ネルディスカッション前半スタートしたいと思いますいや,やっぱり生放送なんかワクワクもしますし緊張しますね、えーでまあ、結論がどんなふうにまとまるのか、はい、うんそれも楽しみなんですが何よりも先ほどの矢島さんのトークしきりに矢島さんがうんうんとうなずきながら何やらメモを取っていったのあのメモを読みたくてしょうがないんですけどめっちゃメモを取りました <laughs>、ね、ということでこちらのコーナーには ゲストに日石と研究所、矢島康秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、パネラー岡崎亮介さんということで、はい、あのマクロの観点から。今の経済見ていこうということで、スタートしたいと思います。はい、では、まず、こちらから。いきなりいきましょう。はい、えー。これは、私の、一応、まあ、ボール投げさせてもらいます。まあ、いろいろあるんですが、絞ると、焦点を絞ると、インフレ圧力だと思うんですが。はい、あの、今、しきりと需要サイドの圧力。 レントアップディマンドとか、まあ、中古車が売れてるとかいろいろありますけど私は本当に心配しなきゃいけないのは供給サイドではないかと思うんですよ、はい、供給サイドは、まあ、いろんな要因がありますが要は需要があるところなんですが供給が逼迫しているすぐには作れないでこの供給から圧力がかかると結構脆い国がいるんですよね国があるという話です。ねそそうそう 最初にお断りしなきゃいけないんですけども、はい、先ほどの私のプレゼントそれからお昼の1時の番組の時のアメリカの数字はこの数字とは違います。これはア,メリカのアメリカの今お見せしているのは「最終材ベース」というタイトルで、はい、えっと今までお見せしたのは素材ベースのところなんですけどねこれ昔と2010年からちょっとデータが変わったので,でそして古い方のデータ過去と比較するために今までのはその古い方の素材ベースを使ったんですが戻ります。 これは何かというとですね ppi 卸売物価ですでこれが前年比で3月4月とぐんと上がって注目したいのは GDP 第1の国アメリカと第2の国中国がこぞって上がっているこぞってもう完全に過熱状態にまで入ってきたで日本はというとまだ1%弱1%ぐらいですけども、まあ、どうせこれキャッチアップしていくことになるんでしょうと。それから 前半度といいますか先ほどのトークの中でも出てきましたがアメリカの過去の PPI が急に上がったところでいうと一番近い例でいうとこちら2007年から8年にかけてこれまあお昼の番組でもお話ししましたけれどもー日本で東爺湖サミットがあった頃 のんんびりしてたもんですよリーマンがぶっつぶれるというのにその1か月前にですね、うん、でみんなで地球温暖化をのんびり話してた頃と同じような動きこれは2つです、えー、先ほど見た一次産品というのとそれから製造業のセクターの、えー、卸売物価ですねでもういきなりこれ矢島さんとトークしてみたいんですけどもディスカッションしてみたいんですがこの時はリーマンに助けられてと言いますかリーマンが破綻したんで結局景気悪くなってポシャッと。しかしか その前これだけ上がったというのは実は70年代の狂乱物価の時であの時は結局この川上からどん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 インフレが津波のように押し寄せてきてでその連続性が持ったその適合的期待効果があって5年後10年後にアメリカのインフレはとんでもないところまでいっちゃった今2つの道なんですよね。ここれれ景気を抑抑ええなななきゃいけないけもしししくはほっっししったたららかかにてるるとととひょす な皮肉なもんで優秀なスタッフが集まれば集まるほどそのリスクは高くなるみたいな話なんですけどアメリカって、えー、見た目はいいんですけれども本質的には結構難しい局面じゃないかというのが私の最初の見つけたい質問です。あえっというのは僕もともと今日はさっきのセッションで高井さんにそれを質問したのは、うん、ももとこれをものすごい問題意識として持ってますと。 すみません、さっきちょっと喋りすぎ。た大丈夫ですよ。おもちゃのリンクです。これが生のいい曲です。はい。あ、二社択一で考え。二社択一で考えると。このままでいくと、えっと、リーマンのようになってしまうか。ちょっと、ちょっとね、あの、取り除ていただきましょうか。後で、後でお話を伺いたいと思いますが、岡田。えっと、続きの話で言うと、あの、私はですね、これ。まあ、次の話になるんですけども。 やっぱりこれ出口戦略早くした方がいいと思ってるんですよ。<ー>で早くしろっていうのはテーパリングを早くした方がいいとかで利上げを早くした方がいいとかいろいろありますけどもこれほっとくとまずいことになるんじゃないかなと思って今週も株式市場は混乱したと思うんですよ。で繰り返しますが株価がダウントレンドに入るとかそういう話が言いたいわけではないんですよ。ちょっととここれね次のの表表をを見てくださいえそうするとこの表をまた順番に、えー 矢島さんの喉が落ち着くまで見てもらいたいんですがえちょっと細かいこと言いますねこれ表はイベントから見てもらうと前回の金融危機の時に景気後退がいつ始まったかでリーマンショックがいつ起きたか、うん、で景気後退がいつ終わったかそれからテーパリングはいつ行われたか、はい、これ5年ぐらい我慢してるんですよで最初の利上げがいつあったかで継続的利上げっていうのは2度目以降の2345と連続的に利上げしていくのがいつ始まったか。そして 最後にバランスシートの縮小をいつ始めたかという話なんですが、はい、1>, 1つ目のポイントは結構失業率が高いところからやってるんですよ。それから2つ目のポイントは消費者物価指数は一度も危ない足は渡ってないんですよ、うん、でもっと言うと長期金利がこれ安心してと言いますかこう実は下がってるんですよ。はい トン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 とこの,このようなテーパリングとか利上げとか継続的利上げとかバランスシートの縮小とかつまり引き締めでではないんですよで厳密に言うとバランスシートの縮小開始からが本当の引き締めでそれまでは大した引き締め効果のないこれも FRB の言葉を借りれば中立的に景気をそれまで緩和でしたよと。 緩和だったけれども、えー、その後中立的に緩和でも引き締めでもない状態でしばらく様子を見てで本当に引き締めたのが17年の10月からなんですよ。で、まあ、結果的に最後株式は2割落ちるんですが本当の引き締めでしたからで何が言いたいかというと前回の金融危機というのはこれまあ不幸中の幸いでですねえまあ64兆円の会社が潰れちゃいましたから確かに混乱は起きたんだけれども、えー。はい どういうわけかその時はインフレにもならなくて緩和しすぎとかならなくてそして長期に抑えられたんですよところが今回はどの会社も潰れてないまあその代わりといってはなんですけども今回は60万人規模の方がアメリカでは亡くなられたんですけどもほとんどの方が自宅にこもってじーっ 復活の日を待ってて復活したと言った瞬間にそれまで抑えてたものをどー,ーんとぶちまけたところ一気にインフレがまあすでに3%という水準になってますからねこういう形になってしまったんでこれどう見ても前回の金融危機のパターンでえーあの時うまくいったからっつってですねあの時のテンプレートをそのままなぞっちゃまずい局面におっしゃれなってると思うんです。そのののななぞっちゃいけないけ最大の理由を大概の人は需要が急に増えてるとか え個別のいくつかの商品で値上げしてるからっていうその消費者の話ではなくて私は川上から来てるというここの現象ですねこの川上から来てるのがですね今一番のリスクではないかなと思うんですでなおかつ川上に投機家といいますかヘッジファンドは堂々とお金をつぎ込みますからねそれこそ山ごと買ったり道の鉱山ごと買ったりコンテナごと買ったり。 お金はいくらでも動ける状態になってますからそういう意味ではインフレを誘導しやすい環境にあるでヘッジファンドとかこういう連中が陶器素地が一番弱いのは金利が上がることなんです、うん、金利が上がるとととにですね連中は退散しますから今の川上から川中川下によって押し寄せてこインフレの波を早く止めようと思ったら早め早めに利上げをした方がいいんじゃないかなというのが私のこのパートワンパートツーの結論なんですがなるほど,どうでしょう矢島さん私の読み方ですけど お待たせしました。せしししままやっと戻りました <laughs> えとです、ね、僕インフレの話は今日高井さんにちょっと質問したようにものすごく問題意識を持っていて、うん、えとまだ頭の整理ができてないのはです、ねえー、と短期的なそのコロナ短期的っていうこともちょっとおかしいのかもしれませんけどコロナの振の、えー、幅で物が動き始めるので、うん、インフレ気味になるという話ともう一つですね、えー、と今日のそのそ えーと前のセッションとかでもちょっと少し言葉出てましたけど ESG とか環境とかえーと明らかにコストプッシュになるようなしかも永続的にコストプッシュになるような要因が今起き始めていてそれがえっとインフレの要因になるのともう一つ今テーマになってないですけども中国は数年以内にデフレの国なんですよ。 オイル国なんですものすごい高齢化が走って一人っ子政策の裏になるので、はい、あれ減ったたなあれも実はこれからですもっとうん、うん、だからそう考えると世界の今のその、うん、えっとプレゼンの中で世界の1位2位の国が需要を取るのでインフレになるっていうストーリーとともにですね、はい、34年も経たないうちに中国はオイルとんでもない国になるっていうデフレの要因もあって。うんうん この短期的な話と長期的な話がどっちがそのえっと強く出るのかっていうのがちょっと僕の中でまだ整理できてないのと金融市場がどっっちをテーマにするのかっていうところもあるんですよねでこ,こ12年はおそらくインフレの要因の方がえっと金融市場は多分すごくキャッチアップというかあの注目すると思うんですけど中国が現実問題生産年齢人口がマイナスになってきた瞬間に多分世界の注目は老いる中国だけじゃなくて老いる先進国にも行くと思うので。 そこからは僕デフレの要因になると思うんですね。だからこの問題が1、2年で起きるのか、うん、もうちょっと長めで起きるのかで解決の仕方が違うんだと思うんですよ。うん、そこは僕ちょっと今のところどっちなんだろうってず実はずっと悩んでんですね。ただもう一個が、うん、まあそれでじゃあ、うん、まあ放置していうか容認したとしましょうよ。うん、で、も容認って人間っておかしなもんで半年経って1年経ったら慣れちゃって来年の今頃は もうどん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 まだまだ上がるぞみたいなまあ適合的期待なんて難しいこともありますけども慣れちゃうじゃないですかていうかそれが当たり前になってくるじゃないですかこれが全然今までとは違う世界が見えていくるんじゃないかと思って心配したんですよね,ああすね僕だからあの私の予想は FRB は8月の,あのサマーなセッションで,はい、はい、でジャクソンホールで言い出すと思います。現実にには来年明けたぐららいから金融引き締めの方向に まあ、テーパリングの方向に動くと思うんですけども、うん、そこのスケジュール前倒しになるかどうかは僕はちょっと、えっと、そう思ってなくて、うん、単月で物価が上ががが上上っったとととしても、えっと、それが、えっと、これこからずっと上がるという証拠は8月は多分 FRB にとって数か月分の証拠が並んだっていう意味においてスタートして一番早い時だと思っていて、うん、それよりも早くなるかどうかっていうところの話を岡崎さんが前倒しで思われてるとすると。 どうおっしゃるとおりこれとにかくコロナっていうのは1年間の蓋をしたような時代ですから 1>、うん、次1年後は蓋を開けてるので、うん、全くもって数字がとんでもないところに行くので蓋を開けてから、うん、つまり来年の今頃やっと正体が見えるという物価。うん の要素はあると思うんですなん次のあたり<す>このタイトルふさわしいですね <laughs> アフターコロナの不確実性これは、ね、矢島さんからボールを投げてもらおうと思うんですが、はい、私はやっぱり今回のアフターコロナの一番の問題はアメリカと,コロアメリカと中国の非協調型の経済モデル、うん、ぶつかってしまう物も,も取り合ってしまう、うん、供給も絞り寄ってしまうとお互い物を融通しないわけじゃないですか GDP の1位と2位の国がこれ資源の有効配分しないわけですよ。うん これはそもそもも論として供給なりますよねあそうそうすだからあのさっきちょっと長期のところで一つ言わなかったんですけど ESG とかその環境ともう一つは分断なんだと思うんですよ。うん、だから絶対コストプッシュの話が中長期的にもあのビルトインされちゃったので、うん、ここはもう物価上がっていくと思うんですよね。物価が上がるという前提でまだ日本人はちょっとこれマインドチェンジできないですけどね。うん デフレあの次のコーナーでも取っておきますけどこれは日本の投資家はちょっと銘柄とか投資家の仕方とかも例えば全然違う国に投資しようとかですねそういう発想が必要なところに今、うん、曲がり角も上がるところじゃないかと思うんですが、うんえー、矢島さんのこの、はい、見ただけでちょっと恐ろしくなったんですけど、ねはい、この間の話の続きですよね。これねああま、のーうん 最近企業さんがやっぱそのコストプッシュの話も合わせて、サプライチェーンの見直しをしなきゃいけないっていう中で、それも企業にとってやっぱコストをあのかかるし、収益が落ちる話になるんだと思うんですよね、うん。で、この辺をどうやって認識したらいいのかっていうので、ま日米首脳会談っていうのは非常に大きかったみたいなまあ話をまあされるんですけど。もと次のページ見ていただくと、ここが結局さっきのインフレのところの話とちょっと絡んでいてこれ？ これの話と今のインフレの話をどう考えていいのかって分かんないって言うんですよ。うん、これというのはえっと今その米中の話が激化しそうなのっていうのはおそらく当面は中国はまあおとなしいんじゃないかと思ってるけど来年以降は中国自体がもう州国家制が毛沢東に超えるみたいなことを言ってるので。うんもう アメリカに対してバリバリやってくるし、はい、アメリカ自体も中間選挙それから2024年の大統領選挙で共和党の方が多分民主党よりも強固に多分出てくるはずなので、うん、両者でもう2人のジャイアンも多分ガチンコになっていくんじゃないかっていう不満になるんですよね。ねうん、でこの要因とさっきの話考えるとこれ次のちょっとパワーポーを出していただくとですねこれが起きるんですよ。うん 中国っていうのはこの人口がっていう話で先,、えー、と先週ニュースいろいろ出たと思いますけども、はい、この生産年齢人口がもう明確にマイナスの国になっていくんですね。はい、で他の国よりも圧倒的に落ちていく中で、うん、一人っ子政策じゃないですか、うん、社会保障ないじゃないですか、うん、だから完全に老いる国のマイナスのダメージをものすごく食らうので、うん、だから今までは中国っていうのはある意味、えー、と供給で作る国でもあったし 日本の製品を買ってもらう需要の国でもあったんですけど数年後には需要の国いうで伸び落ちるんすよだからこれの分断で分けなきゃいけないのを考えるといつやったらいいんだこの需要が落ちるっていうのはいつなんだっていうことを結構皆さん考えられていてインフレの話これ重なるとど考えていいのかよなんです将来的には買う力がなくなっていく需要としては落ちていくことは見えてるんだけれどもしかし目先 そうは言っても、今年は来年はという問題があると。それは、だから、あの、次のパワポですね。この現実的には、要何が起きちゃってるかというと。うん、えっと、二千二十年は。えっ、ー、と、日本から見た時に、最大のお客さんは中国なんですね。はい、で、うん、特に売れてるものが半導体装置なんですよ。<laughs> これ、困りますね。だから、その安全保障上、や、まずいだろうっていうところを大量に売って稼いでる中国と。分断で、どう離れるのかとか。うん 今後どうしたらいいのかっていうところを中国日本企業の皆さん悩まれていて、うん、これを変えようと思うとサプライチェーンの変更はコストがかかるし、うん、で中国を通じて安い供給で作ったものをアメリカに持ってったりとかしたやつを今度他かで持っていくってことになるとコストかかるし、うん、どうすんのでもそのコストアメリカは払うつもりじゃないんですか ですかね、とオール・ストリートが、えっと、記事で書いてましたけども実はもう去年の、えっと、輸入アメリカの輸入っていうのは中国からもう財別で見ると、うん、もう全部切っててうん、うん、それを、えっと、インドネシア、マレーシアいろんなところに、はい、ベトナムとかもいろんなところに振っていてうん、うん、日本が中国に持ってって三角貿易でアメリカにやる限りにおいてはもう輸出の先じゃないっていうことになっているのでうん、うん、それは、えっと、来年以降確実に起こってくると思いますよね。 もう,もうすでに起こってますけど起こるでしょう、うん、何も明るいニュースがなくなってきちゃうっていう感じがするんですけどいやただし、はい、ここでちょっとあれなのが、えっと、またインフレの話になるとインフレなんですけど、はい、ここ10年以上その効率ばっかり議論してたじゃないですか効率性、はい、でも今度これってどこがが大事なので安心安全ってまあ日本人よく言いますけど、えー、高くても日本製が売れるわけですよ。うん、だからそうなってくるとあの 日本にもチャンスは出てくると思うんですけど日本で残念ながらないのがさっきのセッションでちょっとあのあのクロスさんに戦略は何ですかってちょっと聞いてけど戦略はないですよ、本当にびっくりするぐらい。うん、であ中国はもうむちゃくちゃ戦略があって、うん、昔からもう10年以上前の10年前ぐらいからの対比で見ると実はもう内政化をむちゃくちゃ進めてるので。 今回こういうふういふトランプ政権でいじめられバイデン政権で完全にいろんなところの包囲網を引かれても自分たちで内政化できるようなことをどん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 んやっているということだと思いますしそれから、詐欺の需要と供給の関係で考えると、うん、まだ5年ぐらいは需要バリバリの国なのでだからマレーシアとかいろんなところから買ってやるよ。 いいうののでをやっってててそこ景気が上ますよ、ねうん、だけどもオーストラリアから今まで買ってた第三国に持っていくっていうことをやって <laughs> あれ漫画みたいにもはっきりしてますよね、うん、本当にねだからある国にとってはこの分断っていうのはものすごくメリットになることになるし、うん、ならないしで、うん、この辺その不確定要素っていうのは非常に大きくなってきてる一つの中のさっきの岡崎さんのやっぱインフレの話も。うん 短期的に考えてどううなのかっっいとところはちょっと微妙で難しいところです、まあ、で何年までを短期とめるか何年からを長期と見るかっていうのがねまた、あまあは,ね、はっきりしてることは、えっと、アメリカにとってはですね、うん、あの川上の物価が上がっても多分自分のところの収益が上がるので、うん、企業収益出るんですよ問題は日本企業は収益が出ない間にコストプッシュ型にされちゃうと、うん、利益出ないので。これがね す今、新しい始まった年度で、うん、今、企業収益の,その予想がかなりいいと思うんですけど私自身はここ、ちょっとですシナリオが変わるとすると、うん、今日香崎さんが問題提起されたインフレの話が、うんうん、アメリカじゃなくて、うん、日本だと思うんですよそこなんですあ<ー>、まあ、そこが一番、ね、知りたいところで,、うん、で結構ね、ね我々今までの尺度を変えなきゃいけないところまで、はい、いろんな意味で来てると思うんです、この話もそうなんですけどね。はい、はい これもそうなんですよここもね昔からもうこれ古くて新しい問題なんですけどね、うん、今までどうですかねソ連という国がなくなってからほとんどこの議論してないんですよね、うん、私がまだ本当に駆け出しのファンドマネージャーの頃はソ連に何かちっちゃなものを輸出するだけでここも、うん 問題とかかかで引っかかって時々これが出て気をつけなきゃいけない銘柄選択時にこの会社は何を作ってどこがどう行ってっていうのでそれが第三国経由で共産権に渡るっていう問題があったんでこのことは一応曲がりなりにも勉強させられたんですけども今何にもこれ無視して平気でさっきの反対もそうですけどね全部全然ノーチェックで中国に物を売れてたいい時代だったんですが。 それが終わろうとしていすねそくいと思まういう意味ではあのこれ物、えー、っていう話だと思うんですけどあの番組で前にちょっとお話しさせていただいたデータの話であったりとか、うん、大学の研究機関を蓋を開けてみたらそこが全部中国からの技術支援で成り立ってるみたいな話が <laughs> 全部ダメになっていくと思うので次のチャートをちょっと出していただくとあの日本にとって地政学っていうか米中の問題って、えー、と結局のところですねアメリカと決定的に違うのは あの隣に中国というあの巨大なジャイアン住んでるので、うん、バランスしかもどうにもならないっていう問題があるということの中でこの問題がやっぱ出てきてきるんですよね、うん、でこれをどうやってやるかっていったときに日本にとっていろんな不確定要素をやらなきゃいけないですあ,のあるんだと思うんですけどもインフレに行く前にあの今そもそも現状が分かんないのでこれから多分みんなバタつくと思うんですついた上で あの制約とかコストアップみたいな問題っていうのをどうやって収益とのバランスで考えなきゃいけないっていう話があると思いますしそれからもう一つは日本なんか別にやらなくていいと思うんですけど ESG をやるっていうことになってくると金融市場からとか他国からのプレッシャーだから例えば日本企業がベトナムで石炭火力みたいなのをやるとなんでそんなことをやるんだと世界からうわーって言われる一方で他の国は石炭火力をやってるわけですよね、うん。 だからそうなってくると多国間の中の,そのルール形成みたいなの,の力がものすごい重要になってくるので中からいろんなああでもないこうでもないって言ってても現実的にこういうことが起こっちゃうっていうことに対するコストアップとかインフレだけじゃよくないと思うんですよ正直、うん。はい、だからこれって日本にとって一番問題でもう一回さっきの岡崎さんの話からと僕はちょっと持ってる問題しかいくとアメリカはクリアしていくと思うんですよ正直だから株が下がるかもしれないけど。 企業収益の方が出ていくので、そうですそうです。あの下がっても一割とかね、うん、せいぜい二割の話です。だからこの問題に対して、うん、えっと国の今のやり方でえっとクリアしていくと思うんですけど、日本これ考えた時にその数を吐くところの話をうまくやらない上に。 コストアップになっちゃうので、うん、これをどうやってクリアするかの日本の方が実はそのインフレというかコストアップの問題がより深刻になるんじゃないかなと。やっぱりトヨタみたいにアメリカに行かなきゃいけないというのを誰でもまた空洞化の話もなりますけども、うん、やっぱりそうなっていくんじゃないかと思うんですがただ一つだけ、はい、一つだけ我々ラッキーだったのは4月16日でしたか米中,首脳米中じゃないな日米首脳会談、はい、脳共同声明の後、うん、結局中国は特に動かなかったですよね。 うん、一応、様子見ですよね,、まだねうん、今のところ、僕はあのだから、えっと、パワーボードでちょっとなんか前に戻っていただくとです、ね、もうちょっと前ですかね、そこはね、ある程度、もうちょっと前ですね、もう一個前だ、これだと思いますわ、あそうかそうか、うん、一回ちょっと話が出ましたね。だからあの、結局あの、オリンピック、中国にとっての東京オリンピックをやるということを多分、最優先するので、うん、多分今、今、え、は、っと、アウトにはしないと思うんですなるほど、うん だから、日本のオリンピックには、中国はものすごい、助けますよみたいなこと。二十二年冬って、いつの冬なの? 2> 2月。月来年。来年の二月です。あ、そうか、そうか、一年完全にずれちゃった。はい、その去年の、夏の、延期のせいで。なるほど、なるほど。だから、その二月までは、おそらく、何にもしないと思います。<laughs> うん、そういうことか。はい、もう、再来年の冬かと、勘違いしてましたね、僕もね。だから、この、あの、えっと、東京オリンピックが。 ダメになったっていった時にアメリカとかヨーロッパが、えー、中国のオリンピックをボイコットするといった瞬間におそ、うん、らく日本に対してはものすごいき全く,く,くねでもまあ時間は刻々ときてそしてさっきのトークのところで答えのような答えでないような5月末ですか結論は、うん、あの夏の夏いうか東京五輪をどういう形でするのか。うん なんか最近先週やっぱマスコミの方とかがものすごいばたついてるのはやっぱ菅さんの,その支持率がすごい下がってきてるので次の,その政権がどうなるかって考えた時に小池さんがやっぱ動くんじゃないかと二階さんに会ってるのはその緊急事態宣言が5月の末に明けた直後にやっぱオリンピックをやめるという宣言をして都議選とか国政に出てくるんじゃないかっていうことをまあマスコミの方たちがみんな考えてるんですけど。考え たくなるような状況ですよね。今ね。さあ、うん、<う>ちょっとこの話は、うん、なんか別の場にしましょうか。うん,うん、うん、私は。まあ、いいや、やめときましょう。<laughs> <laughs> ほ<ど> <laughs> さあ、そうじないと、結論があるんですよ。こ<は>れです。はい、日本経済の回復の時期とスピードということで、二つチャートを持ってきて。はい、それで矢島さんのご意見を聞きたいなと思うんですが、まず一つ目。 まず、経済全体はいつ頃、いつ頃戻るのかという。これ、二つの映画って、青い折れ線グラフの方が、金融危機の時のショックの深さと、それから戻る時のスピードなんですね。これ、GDP のあんまり見ないですけども、実額です。左軸、これ、数字に書いてなかったですね。五百六十兆円とか、そういう意味です。落ち方は、今回の方が一気に一割以上落ちたんですが、戻り方は激しいと。前回の方がだんだんだんと四段階ぐらい落ちて、そこから。 えと5年ぐらいかけて戻っていくんですよ、5年がかりですね、元の水準まで戻るのに、えー、これはもう、まあ、結論だけ聞きましょうかね、えーと、どういう戻り方になると思いますかえと今あの、ワクチンが今のままでを、えー、と打っていくということになると、おそらく日本で4割以上の、えー、と接種が進むのが、 ええー、九月、十月とかにはもう完全に超えていくので。えっと、海外の例を見ると、四割超えるとですね、うん、新規感染者数が落ちるので。日本っていう、うん、日本でいうと、えっ、ー、と、緊急事態宣言に陥らないです。うん、だからそうなってくると。えっ、ー、と、十十二以降の g. D. P. は。うんうん えっと、かなりの数字上がってくる。のでちょっと一回ジャンプするでしょう。します。で、一三月も、そこから要はレベルとして上がっていくと思います。で、問題はそこから先、えっと、さらに上がるのかどうかは。プラスマイナス二つのようになって、一つは今日、アメリカとかで、クラッシュがない限り。アメリカ、中国に引っ張られる分、来年はまだ大丈夫だと思いますと。で、これがプラスですね。で、マイナスの要因は何かというと、国内ワクチンできるかと思います。はい、おそらくですね。来年、あ、今年までに、ワクチン打つ。 えと今、接種の世界の状況を見ると世界の23割しか打てないんですね。うんうん、ということは来年、ワクチンの取り合いがまた起きるのでその時にワクチン接種を1回4割以上超えている国っていうのは多分供給減るはずなので、うん、国内ワクチンを持つまあ最近、塩野義とか議論になってると思いますけど、うん、国内ワクチンが間に合うっていう話になってくるとおそらく日本って7割以上の免疫の方に動くので、うん、GDP の水準が上がるし、うん、逆に言うとないとまただらだらになってくると思んです。うんうんうん そ,れ多分その2つのつそうかそうかということはロケットが2段あると 1>,、うん、1段目はとりあえず4割のところの数字で早ければ1 0 −遅くとも1三のところで1回目のロケットが出るとでその次のロケットは国内の自国、えー、生産ができるかこれが見えるともう1段で 1> <あ> 2>, 2段目のロケットの方が大きくなる分かりましたでということはですよということはこれ一つ目の確認ですけど株は一応買いでいいわけですよね景気が良くなるわけだから。うんうん だから慌てて売る必要はない局面ですよね、うん、余っていることはねそれこそバタつく必要がない、うんうん、ところがですね今度は次の絵なんですけども、はい、これはね、えー、CPI と日本の PPI なんですよ、うん、でこれ私の持論なんですけどねど箱で箱というか輪っかをかけてるじゃないですかこれ85年から2005年までの20年なんですよずっと CPI のスピード論が速くて、うん、PPI のスピードは下手すら、まあ、ネガティブでずっと遅いわけですつまり えー、途中でこうどうですかねデフレ型といいますか安く仕入れたらそれなりに利益が出るという経済が作られたの、うん、この20年、うん、要するにほっときゃ輸入価格が下がるみたいなもんだしほっときゃデフレが来るからほっときゃ川上の方、えー、川上に行けば行くほど元の値段は、まあ、先に行けば行くほど安くなるからっていで,、うんでね、仕入れを遅くして遅くしてなる,なるだけこう在庫を少なくして。 で売っていくデフレ経済ができたのはこの20年で、うん、その20年を1枚のチャートで見せようと思ったらこの絵になると思う、うん、これがまあできちゃっていまだに我々はそのデフレ型社会デフレ型構造を作っているその後は大体ほぼほぼ同じように動いてると思うんですが、えー、月曜日に発表になる、うんえー、日銀の企業物価指数で非常にマニアックなめちゃめちゃマニアックな数字なんですけども。うんうん えっと、需要段階別指数というのがあって、粗、うん、原材料というのがあって、うん、中間というのがあって。最終需要っていうのがあって、まあ、要するに、川上、川中、川下っていうのがあって、この川下の部分が。ひょっとすると、前年比3%超えてきそうなんですよ。うん、で、前年比3%超えるのが、なんで大きいかというと、この私のグラフでいうとですね、これは。 えー、その最終材とのところでこう比較してるんですけども3%超えたのを私はプラザ合意以降見たことがないんですよ、うん、ん私実際商社に行っても輸入の仕事をしていてずっとこの川上の仕事をしててその時に何たるこれ理不尽な世界かと思ったのがこれなんですけどもそれがあれから何十年たって変わるかもしれない、うん、川上から久しぶりにと言いますか何十年ぶりかでインフレが来てる。 それを実感すするののが月曜日の朝8時50分かもしれないんですよ、うん、こうなると瞬間的にですよ持続的な形ではないにしても瞬間的に一回日本はインフレに襲われるんじゃないかなと思うんですよ、うん、でそうなるとうまく立ち回る会社ともうめちゃめちゃになる会社と全く別に分かれると景気はいいんですよ景気はいいんだけどもこれは違うぞと今までと同じ尺度で会社を見ちゃいけないなと思うんですけどね。うんうん あのそれはあの先ほどのセッションのちょっとクロスさんに意図的に質問したのもあるんですけど素材がやっぱり収益来年考えた時に企業のその業績で業種ごとにあの川上川島で割れるんじゃないですかっていうところと多分近い話になると思うんですよ、うん、これなかなか最終材というか,ですか消費者向けの値段を上げるのは難しい無理だと思うんです、うん、そこは無理だと思うので、うん、そこのあの、はい えっと入りと出のところの化学調整でできるプラスの業種のところとマイナスの業種が出てくるはずなので、すぐ出ますね。それはもうあの直近にすぐ出てくると思うんですね。ただ日本の場合ですね、えっとさっきの話なんですけど、アメリカとイギリスに比べるとやっぱ需要弱いので、弱いですね。いずれにせよあの化学台が上がっていったときに。 のの、えっと、の値段が最初とこ上が最ととと上るってここは多分ないので今、うん、ろ、うん、だから全体的にインフレがインフレを呼ぶっていう話のストーリーは今のところ、うん、日本では適合的な一番心配な今年インフレだったから来年もインフレというふうにはならないならないし、うん、それから今日本で起きてる話は、えっと、日本の雇用とかっていうのはですねアメリカと違って。えっと 大学のののの卒卒業のその新卒のマーケットと毎年の賃でで決まるんですよんで、今年起こったことは経団連がもう賃上げやめるって言ってますし、うん、それから大学卒の雇用がもう崩れ始めてるのでこうなってくるとその賃上げでどんどんのものが買えるとかっていうことをマインドとして思わないので、うんえっと、そこはもういいか悪いか別ですけどいいアレリとととイギリスとはちょっと違うと思います、うん、そこの形でのインフレがインフレを呼ぶっていう形には今んところになりえないと思っ 可能性としてまあ問題はこの流通のどこに位置する企業で何を抑えてる企業かというところで勝負の分かれ目が決まりそうだとうん、うん、ただそのニュースにはびっくりすると思いますよ <laughs> そうで <laughs> 正直 <laughs> 見たことない数字が出てきてた<で>だその対前年なので、うん、来年の今の状況の時に上がってるかはちょっとまた別で,そ,で、ねうん、そこはちょっとさっきのあのセッションのとこで高井さんに原油は大丈夫ですよね聞いたのは原油が上がっちゃうと。 おそらく上がると思う。んですあの財で別々に上がってる状況だと、おそらく日本何をし出すかというと。高い財捨てて、低い財持ってくるので、うんうん、多分シフトが起こるんだと思いますよね。ね、うん、原油はもう逃げれないので。うん、そうなんですね。うんうん、と思います。ただアメリカの場合って、原油が上がらない、つまりガソリンが上がらないと。めちゃくちゃ消費強いですよね。うん、あもアメリカはかけて原油上がって、ちょっと消費というか。 ギリのラインままで来てすよねだから原油が上がらない方がバンバンまだまだ家具でもおもちゃでも何でも売れるんだけども原油が上がっちゃうとみんなガソリン代に取られちゃうから遊べなくなってしまうっていうまあある意味うまくいってるなという感じですね。とそう思いますね。僕はインフレとの関係で考えると従来のところとちょっと違うと思っているのはこれで株が落ちちゃうとですね資産価格で今まで物が高くなっても買えると思った人たちって多分なくなるので資産効果って多分すごく効くと思うんですよ。 日本でもですね日本も実は、うん、あのこの10年20年で過去のインフレの時と違うのはですね4割1系やっぱものすごいやってるので系そうですねアメリカの、ね、サラリーマンも株価が下がっちゃった時に、うん、消費をものすごい抑制しますした、うん、株価が上がった時に、うん、みんなお自分の老後に関わってきますから,、ね、だ,からすだからものすごくあの、えっと、過去のインフレの局面とリーマンの時とやっぱ決定的にそこ違うと思うんですよ。うん、だ金融政策の実は要定がそこに 秘められているっていうのが昔とは全然違うと思、ねはい、資産科学にものすごい入っていると思います、ねうんうん、まあ今日ここまでいろんな時間軸でお話伺ってきましたけれども、うん、矢島さんはいかがでしょう,こう短期的に見て今後どうなのかそれからちょっと長期の目で見てどうなのか 展望をお聞かせください私は今年は、えー、とやっぱりワクチンにみんな目がいて、えー、と現実問題ももう今の生活本当と嫌ですわだからワクチンの接種が広がったことで、うん、明るい雰囲気っていうのは、えー、今年いっぱい考えた時に今アメリカイギリスになってますけど先進国の多くの方がガーッとなってくるので。 状況はそういう意味では世界経済はいいそこが牽引するので問題いいと思います。とい、うんうん、来年考えた時に、うん、やっぱり何だかんだ言ってテーパリングをうまくやれるかどうかっていうのは、うん、もう世界はアメリカなので、うん、そこにかかってると思いますただ10%ぐらいの調整とかっていうのはもう考えなきゃいけないと思うんでそれがどう,、うん、うまくいったとしても10%ぐらい調整は考えなきゃいけないと思うんですけどもアメリカ自体やっぱり企業収益が出てくるんだったらそんなに問題ないと思うので。うんうん アメリカは引き続きあの今の経済構造を前提にするならばそこが頑張れるので日本も大きな、えっと、問題は起きないんじゃないかなとは思いますが伸び率で考えると今年ぐわっとみんな陽気になって少しこう落ちるっていう、うん、こういうううい絵を考えそうなんでしょうね、うん、上がるときはポンと上がっちゃってそのままたまたこうなってそれでまたどこでもいいからとにかく国産で作ってくれというのが来年になっていくと、うんうん、でもその会社見つけなきゃいけないですね。 いや、だから、これ、あの、やっぱり昔のですね、えっと、一本型になっていくと思いますよ、うん。あの、要は、えっと、一気通。 全ての、えー、と川上から川下まで消費者から企業までって全部昔という財閥系統みたいな形に企業ならざるをやっぱなくて日本は実は実それが一番ゴール的なんですよね、うん、今 NTT がやっぱそうなりつつあると思うんですけどす、ねうん、他のメーカーさんも含めてこれからやっぱデジタルのところがデジタルリアルっていうか、まあ、あの吐き出し口がリアルになっていってサービス提供がリアルになっていくので。うん、デジタル企業と リアル企業が一緒になっていくみたいな形の統合がものすごい進むんじゃない。かとそうですよね。実際トヨタも実はどん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 縦に垂直型にね、なって変わってきます。うん、まあ、一つの日本という国、この風土で生まれる企業の一つの進化の形なんでしょうね。うん、あの今週ね、結構マーケット見ていて、ハラハラしてた方もかなりいらっしゃると思うんですけれども。矢島さん、もっともっと短期でご覧になった時は、どんなふうに考えてますか。 この今週来週来僕ね今週はねちょっと本当にハラハラしましたいやでアメリカの経済統計が見たことないものを見始めて初めてさっき岡崎さんの話なんですけどこれがだからこの日本で出てきた時に出てくると思うんですけど最初にアメリカで見たから僕はあの驚きは半減してるんですけどアメリカのニュース見てらっしゃらない方は日本のニュース見た時に多分ものすごいおおってなるんじゃないかなというふうに思っていて日本のニュースで日本の人がちょっと驚くのは来週以降なの出てくる日本の場合は統計の出が アメリカは遅いので,でい起怒ってるコロナの話が遅いのでそうですねとは思います、ね、まずその第一弾が月曜日の日銀です日銀の企業物価だと思います、はい、これは驚かされると思いますねそうですかわ、はい、かりました、うん、さあ矢島さんに前半いろいろ伺ってきましたけども、うん、岡崎さん聞き逃したことないですかいや大丈夫です景気の方はしっかりしてるんだとただ、はい、ただこのバンピーなっているんですからブレの大きい世界に生きていかなきゃいけないんで我々がブレちゃいけないと、うん ねこういう仕事をしてる人間こそまあ冷静に、まあ、本当はハラハラしてるんですょうすよね <laughs> いやあの、あとはあの、えっと、前年比の数字あるじゃないですか、はい、GDP、レベルで出されたじゃないですか、やっぱこれから見なきゃいけないのを、その伸び率とレベルの両方見ないと両いけないので,で,、ねね、で、前年比で見ると、ものすごくおかしなことそこは両方はちウォッチしてあの、数星がどっちにいってるかをちゃんと見ないと、ちょっとだめだと思います。うんで もう一個言うと来年の今頃我々は笑って見れるかどうかなんですよ、うんねうん、来年までこの番組続けなきゃいけないなと思います <laughs>、ね、はい、はい、頑張っていきましょう <laughs> 矢島さんここまでありがとうございましたパネルディスカッション後半は岡崎さんそして鈴木さんとお届けしてまいります